LA ライブはロサンゼルスのステープルズセンター周辺にある複合施設の名称。LA ライブはアンシュッツエンターテイメントグループ、ワコビア、マクファレンパートナーズの3社が事業を行っている。マイクロソフトスクエアは LA ライブの中心となる屋外広場。当初はノーキアが命名権を取得し、ノキアプラザと名称されたが2014年マイクロソフトが ノキア買収により2015年6月に名称を変更した。ニューヨークのタイムズスクエア、日本の銀座を意識して作られた。映画館としても作られたステージから見た、マイクロソフトシアターマイクロソフトシアターは LA ライブ最大の劇場。収容人数は7100名。SP 賞やアメリカンミュージックアワードの受賞式をはじめ、コンサート、演劇、 ミュージカルに対応できる。2008年からプライムタイムエミー賞受賞式とアメリカンアイドル決戦大会が同会場で行った。しばしばアニメエキスポのライブ会場としても使用されたこともあり、中川翔子や AKB48、初ゲミク、桃色クローバー Z のコンサートが行われた。2028年ロサンゼルス五輪ではウェートリフティング競技会場として使用される予定。 ザノーボバイマイクロソフトは最大2300名収容のライブハウスで日本の赤西人のソロライブ、グラミー賞ノミネーションライブなどが行われた。グラミーミュージアムはグラミー賞50周年を機に2008年12月にオープン、グラミー賞関連の展示を行っている。ありがとうございます。